だ。こんにちは、神田です。今日の動画も J1 リーグ第4節新潟川崎戦の画像を使いながら、詳しくお伝えしていこうと思います。ボールを保持したいチーム同士の対戦だったので、相手を見ながら主導権を握っていきたいという両チームだったと思うんですけども、この試合は新潟が自分たちのスタイルをピッチ上でしっかりね、披露できていたんじゃないのかなと神田は思います。で、開始早々は川崎が左サイドでマルシーノ選手がボールを保持したら、川崎の選手が藤原選手の背中を取りに、ここのスペースを取りに来ていたと思います。新潟の高選手がついていっていたので、ここのスペースにパスを出されることはなかったと思います。なかったって言ったらいいんですかね。で、ここのシーンも脇坂選手が渡辺選手の背中を狙ってパスを出したんですけども、家永選手と意図が合わなかった、家永選手は足元に欲しかったんだよとアピールしている、脇坂選手はすみませんというようなね、アクションをしていると思います。こういうね、コミュニケーションはめちゃくちゃ大事だと思います。意思疎通、どこにパスが欲しかったということを言っていかないとわからないので、サッカー少年、少女は見習っていった方がいいと思います。で、川崎の選手はローテーションしながら立ち位置を変えてボールを前進させてきていたと思います。ワンタッチで新潟のディフェンスの背後、背中を取りに行こうとしていたと思います。新潟は川崎のセンターバックがボールを保持しているときはあまり前から行かなかった、行かないようにしていたと思います。4-4-2 のラインをコンパクトに保つことを意識していたのかなと思います。横、縦の選手同士の距離感を大事にしていたのかなと思います。で、川崎の選手が後ろ向き、もしくはゴールキーパーにボールを下げた瞬間に思いっきりプレスをかけるということを意識してやっていたと思います。新潟が 4-4-2 の3ラインがコンパクトに保っているので、なかなか川崎はセンターバックから、もしくはディフェンスラインから縦パス、縦のくさびのパスを入れれずに、後ろに下げざるを得ない状況になっていたと思います。下げた瞬間、鈴木選手がプレスをかけに行く。ゴールキーパーに下げても鈴木選手が二度追いしていく。ゴールキーパーから大南選手にパスをつないでいくと、それに対しても鈴木選手が三度追いをしていく。川崎の山村選手なんですけども、ボールをゴールキーパーに下げた後にポジション修正していないんですよね。なので大南選手が孤立に近い状態になっていく。その状況を確認した新潟の選手が、鈴木選手の動きに連動して全員がプレスをかけに行く。右サイドで数的同数になってしまって、大南選手が苦し紛れに縦のくさびのパスを入れるけど、これをマイケル選手がしっかり連動してきているので、ここでボール奪取していくことが新潟ができる。そして伊藤選手もサポートの距離感がいいので
このボールを拾うことができていて、新潟が高い位置から攻撃を仕掛けていくことができる。コンサドーレ戦と違って全員が共通認識を持ってどこではめてどこでボールを奪うということが明確になっていたと思います。コウ選手から縦パスが落ちてきた伊藤選手に入る。落ちてきた伊藤選手に川崎のセンターバックが食いついてくるんですよね。それを分かっていた伊藤選手が回転してダイレクトでスルーパスを出していく。この時点で川崎のセンターバックは逆を取られているんですよね。この技術が相当ね、高い技術だと神田は思うんですよね。まあ足元の技術が相当高いと思うんですよね。そしてこのシーンでは伊藤選手が左サイドで川崎の選手にサンドされそうになっていたんですけども、得意のターンでかわして、この時点で遠いサイドの太田選手が走り出してくるのを確認してると思うんですよね。ルックアップ、ヘッドアップして確認している。逆サイドにスルーパスをここから出していく。それが見事に太田選手につながっていく。ターンのキレ、正確な判断から繰り出されるパスはもうね、 J1 屈指の技術の持ち主だと神田は思います。その動きを見た渡辺選手が一緒に連動していく。この川崎の選手にパスが出てくるかもしれない、俺も連動してプレスをかけに行くぞ、俺の狙い通りパスが入ってきたぞ、ここで奪えば新潟のチャンスだと思って渡辺選手が体を寄せて、体を入れてボールを奪っていく。よし、俺の狙い通りだ、ボールを奪えたぞ、あとはこのボールをつないでいけばいいと思ったら、川崎の選手のスライディングに渡辺選手が合ってしまう。渡辺選手は倒れながらも、良太郎くん、あとは頼んだと思って必死でボールをつないでいく。大輝の思いは受け取った。その思いを乗せてスーパーキャノンシュートだと思って、伊藤選手がシュートを打って川崎ゴールに突き刺して新潟が先制点を奪う。そして伊藤選手は、新潟には俺がいるというようなね、まあパフォーマンスと言ったらいいんですかね。まあそういったことをしてチーム、そしてスタジアムを沸かせていく。チョン・ソンリョン選手はおそらく山村選手がブラインドになっていて見えていなかったんじゃないのかなと思います。まあ、その分反応が遅れたんじゃないのかなと神田は思います。でここのスローインのシーンでは、松橋監督がコウ選手に上がれと指示を出していると思います。その指示を受けたコウ選手が前線に前に上がっていく。コウ選手に引きつられるようにマルシーノ選手がコウ選手についていく。コウ選手がいたスペースに今度は島田選手が入ってくる。島田選手にスローインを出して、島田選手が川崎の選手をあえて引きつけていく。そしてセンターバックにボールを返していく。こうすると新潟のセンターバックはノープレッシャーでボールを保持することができる。こういう一つ一つの動き出しが川崎戦で見られていた新潟の工夫の動き出しなんじゃないのかなと神田は思います。後半のシーンで伊藤選手がひょっこり班の移動をしてて、シミッチ選手が伊藤選手に背後を取られていることに気づいていない。縦パス入ったら伊藤選手が素早くターンをして前を向く。遅れて対応するシミッチ選手は思わずファールをして伊藤選手を止めてしまう。イエローカードの対象になってしまうプレーだと思います。 Oh no! 私最初のファールでイエロー、飯田さんだった。ちょっとジャッジ厳しくない？まだ1回目だよ僕のファール。なんで僕にだけそんなに厳しいジャッジをするんだ飯田さん。飯田さん、なんで僕の話を聞いてくれないんだと訴えているシミッチ選手。まあ、あくまでも神田の妄想なんですけども、対応が少しでも遅れてしまうと、もうね、ファールをしないと止めれないんですよ、伊藤選手のターン、伊藤選手の動きは。
相手を見ながら相手の動きの逆をね一瞬で撮っていくので、これはね本当にかなりやばいと思います。なかなかね J1 の選手でも止めれないんじゃないのかなと神田は見ていて思います。でここからは、まあ、藤原選手の、まあ、動きというか、まあ、試合中の、まあ、ポジション変更を、まあ、詳しくねお伝えしていこうと思うんですけども、まあ、藤原選手の凄さは、まあ、皆さんねお分かりになってると思うんですけども、もうめちゃめちゃねすごいんですよね。まあ川崎戦見ていて、まあ現地観戦して思うんですけども、まあ新潟は川崎戦では選手同士の距離感がいいから、まあこういうねルーズボールを拾うことができていたと思います。ある程度予測と準備ができてるからセカンドボールの回収が川崎の選手より早くできていたと思います。コウ選手がセカンドボールを拾って伊藤選手につないでいく、伊藤選手が素早くターンをして鈴木選手にパスを出していく、伊藤選手は鈴木選手に寄っていこうとしている、藤原選手はコウ選手がマルシーノ選手にマークしていることを確認して中に移動していく、鈴木選手が川崎の選手に倒されてしまうんですけども、そのルーズボールにいち早く藤原選手が反応していく、そして中にドリブルして島田選手につないでいく、やや中央より左寄りに立ち位置ポジションを取った藤原選手が島田選手から縦パスを受けて、ここでボールを受けていく、ようやくマイケル選手がボールを保持した時に右サイドに戻っていく、その時に右サイドバックにはコウ選手が入っている、ここでようやく藤原選手が右サイドに戻ってコウ選手がボランチのポジションに戻っていく、その時に藤原選手は必ず首を振りながら川崎の選手の立ち位置を確認している。右サイドバックの選手がここのね左の、まあ、位置と言ったらいいんですかね、まあ、トップ下の位置でボールを受けたりしてるんですよね。なので右サイドバックの選手がここまで来るってことは、まあ、やっぱりね神田がサイドバックをしていた時にもう考えられないんですよね。もう藤原選手に関してはポジションが右サイドバックという概念がもうないと思うんですよね。ある程度、まあ攻撃時の時にはもうトップ下もしくはボランチ、そういった感じでポジションを取っていくっていうことを、まあ、決められているんじゃないのかなと思います。で新潟のビルドアップで右のワイドのこの位置でボールを受ける藤原選手、川崎の選手に2人挟まれていくんですよね。ルーズボールを太田選手が拾って藤原選手につないでいき、うまく川崎の選手と入れ替わるんですよね。藤原選手が伊藤選手にパスを出していく、伊藤選手が前にドリブルで運びながら同時に藤原選手も猛然と中央に駆け上がっていく、最後伊藤選手がループ気味に打ったシュートは枠を外れるんですけども、ゴール前まで詰めているのは右サイドバックの藤原選手なんですよね。ここの位置から一気に駆け上がってゴール前まで行ってるんですよね。もうね運動量というか、スピードというかその動きがもうね全くねサイドバックとは考えられない、サイドバックの動きじゃないんですよね本当に。でここはセンターバックから伊藤選手に縦パスが入る、伊藤選手がサイドを駆け上がっていく伊藤選手にパスを出していく、この時の藤原選手の位置はここなんですよね。伊藤選手がサイドを駆け上がっていきサポートに来た鈴木選手にパスを出していく、藤原選手が猛然と前線に駆け上がっていく、鈴木選手から太田選手にパスが出る、太田選手がダイレクトで藤原選手にパスを出していく、再度藤原選手から太田選手にパスが出て太田選手がグランダーのパスを入れていく、めちゃくちゃ藤原選手のサポートが早いんですよね。わかりますか皆様、自陣のゴール前から一気に相手のゴール前まで駆け上がっていくこの運動量とスピード半端ないんですよマジで。もう現地観戦していてもマジで半端ない。そして必ず太田選手の後ろで前向きの姿勢でサポートしているから
藤原選手は常にいい判断ができる。これがね、また藤原選手の一つの魅力だと神田は思います。前向きでサポートに入るから常にいい選択肢、いい判断ができる。もうこれはね、本当にサッカー少年少女は必ず真似した方がいいと思います。でこのシーンでは伊藤選手がパスを出そうとするけども相手に引っかかってしまってボールを奪われてしまう。川崎のカウンターになりそうなんですけども、藤原選手がうまい間の詰め方をして未然に川崎のカウンターを防いでいく。本当にこの川崎戦、攻守においてめちゃくちゃ貢献していたと思います。まあ、今日はね、山口県出身でいうこともあり、まあ、藤原選手をピックアップさせていただきましたが、まあ、毎回ね、藤原選手、まあ、神田去年も4回5回ぐらい動画でピックアップさせていただきましたけども、本当にこう新潟のエンジンと言ってもいいぐらい大車輪の活躍をしています。まあ、皆さんもね、まあ、藤原選手のみならず、まあ、違う選手ピックアップしてくれよという方がいたら、まあ、ぜひともねコメント欄の方に、記載していただければその選手をピックアップしていきたいなと思います。まあ、今日はね藤原選手中心にお伝えしていく動画になりましたけども、まあ、川崎戦勝ったからといって決してね、まあ、昨日の動画、今日朝上げた動画でもお伝えしましたが、リーグ戦は続いていきますので次の浦和戦勝たないとこのね川崎戦勝利した意味がないので、またね気を引き締めながらしっかり選手スタッフの方はね準備していって、またね、次の浦和戦勝てるように、やっていってもらいたいなと思います。まあ、神田は、アウェー浦和戦はいけないので当日はライブ配信していこうと思いますので、よかったら皆さんお時間ありましたらご参加の方よろしくお願いします。そして今週のライブ配信は木曜日、神田はちょっと仕事の打ち合わせが入りましたので金曜日の夜に、ライブ配信していきたいと思いますので、またツイッターなどで告知していきたいと思いますので、よかったらご参加の方よろしくお願いいたします。本日も長い動画になりましたが最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。